家康様、しばしお休みになられますか。いや、さような猶予はない。一刻も早く城へ戻り、信長公の仇討ちを。お前か。ショウ、こんなとこにいたんだ。探しちゃったよ。半蔵、何者か。我が弟子サスケ、安土の様子を探らせていた。おお、安土はいかが相なった。申せ。もうしっちゃかめっちゃか。完全に明智の兵に抑えられちゃったよ。やはり。ああ、そうそう、信長の命を見かけたよ。チャチャだっけ。明智の人質になるのはまずそうだから助けといた。おお、チャチャ殿はご無事か。よくやってくれたサスケ。そりゃどうも。切り捨ててよろしいですか、家康様。直政。殿はしばしご休息を。サスケ、来い。なんだ、あの無礼な物言いは。俺、別にあのおっさんの家来じゃねえし、師匠に頼まれたから働いただけだ。我が命は殿の命も同じ。さように心得。俺は師匠の言葉しか聞かないよ。それでは忍びの任は務まらぬ。はいはい。師匠、俺の前ではよく喋るよね。そういえば、なんでか知らないけど、チャチャと一緒に真田の息子がいたよ。真田。真田正幸の子か。みたいだね。取り入りやすそうなやつだったから、これを機に俺が真田に潜り込むってのはどうかな。家康様も信濃を狙ってるんでしょ。だったら市場を交えるなよ。何それ、分かってるって。俺は師匠の役に立ちたいだけだよ。よかろう。半蔵、そろそろ出発するぞ。承知。この先落ち武者狩りが待ち受けてるよ。無論のこと、お前の任務、生き延びてからだ。やっぱ付き合わなきゃダメか。まあ仕事ならしょうがないね。
士が持つものではない。安土ではイザナを晒さなかった誰が。当たり前じゃん、誰の弟子だと思ってんのさ。ならばよい。半蔵殿の手配により参上いたした。家康殿をお守りいたす。それはありがたい。半蔵よくやってくれた。開門。かようなところにも兵を。まともにぶつかるのは避けるべきであろうな。明智の兵など恐るるに足らず、俺が先行し道を開いてみせます。こうして騒いで敵を引き寄せ、殿の恩義を危険にさらすのか。心構えを言ったまでですよ。家康様をお守りすべく最善を尽くします。じゃあ、甲賀にも声かけたの？甲賀を呼び込むため、東の砦を抑える。はい、一丁上がりっと。ってことないよ。急げ。なぜ捨てる。すべく参上した。かたじけない。礼を申す。どのぐらいどうってことないよ。しちゃおけねえ。やはりな。信氏の群れにしては統制が取れていた。最下衆が化けてたってことか。まあいつさえ割っちゃえばいいんだよね。殿をお守りせよ。三河武士の意地を見せるのだ。はい、
い、一丁あまりと。はい、一丁あまりと。敵将、討ち取ったよ。まで中途半端なんだ。くそ。孫一は引いたか。こちらも片付いた。急ぎ抜けると痛そう。任務は果たした。ショウ、お疲れ。そんじゃ俺は行くよ。商品が入ってますぜ。また来てください。良い武器は良い品が入っております。
豊作。苦労だったな、雪村。本当にお前も姉上も無事でよかった。ありがとうございます。しかし、まさか信長公が。武田は滅びた。織田だけが滅びぬ道理はあるまいよ。はい、織田はこのまま倒れると父上はお考えなのですか？ならば我らの寄る辺とすべきは。さてな。これからどうなってしまうのでしょう。わからぬ。ただ一つ確かなのは、我らもまたお家のため懸命に働かねばならぬということだ。はい、兄上。第7章変天。天下統一を目前に信長は本能寺の炎の中に倒れた。織田に心中し皆で生き延びる。その決断は一夜にして白紙に戻り、正行は再び選択を強いられることとなった。大きく成長した息子たちを前にして、正行は己の出した答えを語る。不敵に笑う父の言葉は、信行と雪村にとってまるで理解の及ばぬものであった。沼田を取り戻すぞ。はは、我ら兄弟も存分に働いてみせます。沼田に入ればいずれ北条と事を構えるは必定。では我らは上杉に。いや、それではまさか徳川につくのですか？真田は何者にも従わぬ。父上。良い武器は良い品が入っております。
良い出来です。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 ご武運。